回はですね、最近導入しましたこちらのトークセン、タイで傷つ療法と言われるセラピーなんですけれども、私がソフィア生態アカデミーというところで講師アシスタントをやっていまして、そちらで、ちょっと出会って、購入をしたものです。今日はこちらを使って、ちょっと全体的にお体をやっていこうと思います。きついようだったらおっしゃってくださいね。はい、いかがですかね。はい、大丈夫です。気持ちいいです。はい、あーでも腰のあたりはちょっと痛い感じですか。場所によって響き方とか変わってくると思うので、調節しますけれども、きつかったりしたらおっしゃってください。はい、こちらはですね、脊髄の調子を良くするとか、血行を良くしたり老廃物を除去したり、普通に言われている整体の効果と重なる点も多いんですけれども、この振動によってですね、刺激が深部まで行きますので、指で押すよりもですね、深いところまで刺激を与えることができますね。結構こう受けた後に余韻がかなりこれ残ります。どうですかモデルさん。あ、体に全部に響いてくる感じですね。そうですね、こう結構こう奥にまでこう刺激が振動で全体的に伝わりますね。こちらはまだ導入したばかりですし、反応を見てるような感じなので、この単独のメニューとかは用意してないんですけれども、お体の状態とかご希望に応じてと使っておりますので、ご希望の方とか興味ある方は、お気軽にお問い合わせください。足の方も行いますね。結構こういうところって手でやると苦手な方も多いんですけど、指でやられるよりも抵抗少ないですよね。そうですね、なので結構使い分けというか、これでやる方が効果的にできたりとか、受け入れやすくなってたりとかっていうこともありますので、一般的にこう手でやられるつぼ押しが苦手な方もトーク線だったら大丈夫っていうこともあります。この音もですね、この木の自然なぶつかり合う音でですね、この音自体に癒し効果があるとも言われますね。響きがいいですよね、この聞いた音。
結構やっぱりツボに響くような感じなので、悪いところとかはちょっと響きが大きいですね。腕はどうですか？腕はそうですね、気持ちいいし痛くないですね。これ全体的に使えます。座ってもらって背中やります。座るとまた受けた感じ変わりますよね。はい、チーズ、ハクちゃん、リーさんが、パパピンチ、モデルさん、この辺張り強いんで、はい、この辺気持ちよくないですか？この辺はもう、ちょっと叩かれただけでも、はい、もう、なんていうんですか、ドシンとくるっていう。響きが大きく感じますよね、はい、苦手ですか？いや、逆ですね。気持ちいいぐらいな感じですよね、はい、はい、なんていうんですか、その、押す、指で押すよりも響きがいい、そうですね。結構これ硬い人の方がかえって痛そうに見えるんですけど、痛くないんですよね、意外と、はい、まあ聞く感じはあるんですけど、指で押されるよりまあちょっと1回あたりの振動の時間が短いんで、トン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 って感じでギューって入っていってしつこく押すわけじゃないので、それもありますよね。一回一回の時間が短いので響くんだけれども、まあきつすぎないっていう感じですよね。はい、きついですか？いや、大丈夫です。すいません。はい、いえ。まあこれは結構大げさに見えるというか、ちょっと痛そうに見えると思うんですけれども、これは結構軽い力でやってまして、痛くないですね。大丈夫です。はい。このような形で、お体の各所にトーク線での施術も使用できます。ご希望のある方はおっしゃってください。ありがとうございました。